はい、ようこそ大谷君。大谷です。はい、久しぶりです。久しぶりです。久しぶりじゃないか、そんなに。なんだっけ、コロナでは浅田さんなって、なった頃に一回ちょっとあったよ ね、 ちょっとね、あったよね。なんかやりたいねって話も、こういう話の構想を、南米さんから聞かせていただいて、いや4月のあれかな、非常事態宣言のちょっと前ぐらいとか。いやいや、ね、あの5月の非常事態宣言終わった頃か。そう早めに動こうって言って、そうちょっと相談したんだけど、いろいろタイミングが合わなかったんだよね。うん、そうですね。そうでした。いやすごいね。どうですか、久しぶりに来て。日暮らし泣いてますね。いやもうなんかもうこの場所に来れたことでかなりもう満足してる。9割9分9輪ぐらい。いやよかった。そうなんですよ。早くビール飲みたいみたいな感じですね。どうなんですかね。まあまあここにいる皆さんはね、もうそんなこと言われなくたって分かってるよと思って聞いてると思うんですけど、はい、まあこれ配信の向こうでね、見てる人もね、いてくれてて、なんていうか、このまあ後ろのこの緑が、うん、映ってると思う。この後ろがね、結構いい感じでパシッと出るんですよ。うんうんうん、まあよかったらちょっとね、ステージの円形とかも入れながら、川の姿とかも多分配信の方では入れられると思うんで、はい、ちょっと適宜編集してもらいながらこの辺の雰囲気を伝えてもらいたいと思うんですけど、大谷君、前も来てもらったことあるんだけど、はい、だいぶ久しぶりですよね。すごく久しぶりで、しかも今日、電車で来たんですけど、はい、電車で来るのも初めてだったんですけど、そこからのこのまたここにやってくるこう道のりがとても良くて、うん、まあ言ったら武蔵塚市の駅って結構街じゃないですか。まあそうだ ね、 まあね、そこから住宅街みたいな感じだよね。なんていうのかな、ね、すごい速度でこう指数関数的にグググッと谷に入っていくんだよね。グググッと入っていく感じが、うん、こうそう山をこう一つこうカーブをこう、うん、していくごとにこう山深くなっていく感じが、ね、ちょうどこの季節とあとなんか光が綺麗でした。でなんかそれがね、なんかいや素晴らしいというなんかもう感想です。本当に素敵な場所だなと、うん、ありがとうございます。はい、まあもうね、やっぱちょうど夏の始まりっていう感じのこのタイミング で、 そうですね、本当に気持ちいいんだけど、まあ、日暮らしもういや日暮らしがねいていたりとか、日暮らしの音って少しは配信にも入るもんなのかね。ね、はい、入ってるそうです。すご腕 PA マンが自信満々に今サインを出してくれました。セミすごいもん ね、 すごいですもんね。そう、昨日おとといもやっぱりライブの時に日暮らしがすごく良くて、うんうんうん、オーバルの関口君、はい、関口慎吾君がライブの結構かなりスローなのんびりした弾き語りをやってくれたんだけど、うんうん、まあ、速い曲もあったけど、うん、全体的にすごくスローな雰囲気の中で合いそうですね。もうね、いやら自分でね、その弾きながらね、いやらしいぐらい日暮らしがぐいっとあった感じでこう音を出してくるんだよって、いやらしいですね。嬉しそう、そうなんか腹立ってくるぐらいすげえなーみたいなことをちょっと言ってくれてたね。いいですね、うん、なんか今日自分のライブの曲順考えてきてたんですけど、ちょっと変えようかなと思ってるんですよ。なんか来てみたら、あ、ちょっと速度感違うなと思って、なんかせっかく今日はこういった場所でライブやらせてもらえるので、なんかこの今日の空気感とこの皆さんの雰囲気にちょっとこうして選曲もちょっと変えてみようかなって今思ったりしているぐらい、いやなんか久しぶりですね。なんかね、まあ普段都心に住んでますけど、なんか緑を見るのを忘れていた感じっていうか、うんですね。なんかいやいいですね。なんかあとね、いろいろこう久々に会うスタッフの皆さんと再会するなんか感じもね、いや嬉しかったですね。きっと今コロナで例えばほら親戚に会えないとか実家に帰れない、そうですね、まあ、帰れないというか帰らないんだろうけど、うん、そういう話もいっぱいあって、うん、多分いろんなところでそういうちょっと、あ、やっと久しぶりに会えたねっていう、うんうん、そういう感覚もあるよね。いやそうですね、だから結局
なんでしょうね、こだからそういう再会の場にここはある種なっているような感じがちょっとしますね。昨日も、七尾旅人くんのライブがあって、あの勝井雄二さんが、はい、ロボの勝井さんが来てくれて、勝井さんなんか今日も来るって言ってた、そうよ、言ってなんかね、ツイッターでツイッターに書いてあったね、ツイッターで大谷くん久しぶりに会いましょうって書いてあったからねえ、どうせ来るならバイオリン持ってくればいいのにとか言っとこうかな本当だ、本当っすよねあ、もうじゃあちょっと伝えと、今頃配信も見てるかもしれない、勝井さん聞きましたか、うん、でも今日バイオリン いますけどねああそうだ、一人バイオリンかぶりっていう、なかなかレンタルバイオリンもあるかもしれない俺はさすがに言い過ぎかはい、いやだからそうやって、まあね、まあ、ミュージシャンもそうですけど、スタッフのミュージシャン同士が再会してたり、そうですね、嬉しそうだったよ、勝井さんと。いや本当にそうですね、なんかあと多分きっと今日いらっしゃってる方も、ね、そういう方も久々にこういう場に来られてる方も多いのかなと思って、ね、今日はね割とこの地域あきる野から来てる、あきる野とかその周辺から来てる人たちも多いんで、はい、うんうん、まあ、地域の中でも久しぶりとか結構ある、 あと今も上で、宮武弘君っていう割とこの地域と縁のある、はい、あのキャンプインフェスとかで多分ちょこちょこ一緒になってると思うんだけど、宮君っていうシンガー、うんうん、宮武弘、あ今ライブやら上でやってるんだよね、そうなんですね、彼は結構この地域の仲間が多い人なので、はい、今頃きっと盛り上がってると思うんだよね、いや、まあ、そういう意味でやっぱフェスって昨日、うん、勝井さんがまさに言ってたけど、はい、こう人と人が出会う、その折々にこう仲間と出会ってこう盛り上がっていくというか、いろんなことが始まっていく、そういう場だっていうこともあるね、すごく大事なものだったなって昨日勝井さんがね言ってくれてたね、うん、もちろんその音楽のライブイベントなことは間違いないんですけど、でもなんかそれってこういうやっぱりフェスでは音楽も一部で、やっぱりこうやって今俺もこう実は川の音と、セミのあれと鳴いてるのと、なんかそういうのを聞きながら実はこう癒されてたり、そういう時間を大事にしている中に、まあセミの一種類ぐらいな感じでライブもやるかなっていう感じっていうか、なんかそのぐらいやっぱり聴覚と視覚とこのなんかこう山の匂いもね久しぶりだし、まあ、まさに来ましたね、来ましたね、この音聞こえますか、あ、なっちゃった、ね、今でもその辺に止まったね、うん、セミの声を聞きながら一杯飲みたいぐらいですよ、あ、飲んでください、飲んでください、はい、すみません、ちょっと今それでなんかこう、温泉にでも浸かりたいぐらいの感じですね、温泉もね、いい温泉ありますね、あるんですよね、実はね、15分、10分ちょっとぐらいかな、で瀬音の湯っていう、あとツルツル温泉っていうのもあってね、ツルツル温泉ね、両方同じぐらいかな、ね、距離はちょうどいいですよね、両方ともね、あのアルカリ性のツルツルの湯、ね、そうそうそう、いい温泉なんですよ、いいですよね、そこもね、そう、まあ川で遊ぶのも、まあここもね、こうやってちょっとちょうど程よい、まあちょっとなかなか映像では出ないです、まあ配信の方でちょっと差し込んでくれると嬉しいんですけど、川の様子を、まあここはちょっと沢のちょっと太めの沢ぐらいかなの感じでなんか子供がギャー泣いてるか、ね、カバンにね、ジャバンって入っちゃったね、子供網かけたら子供何匹かかるんだってぐらい今子供がもうすごい勢いですけども本当ですね、これちょっと下ると今度秋川の本流があって、秋川の本流はまあその気になるとちょっとカヌーでもギリギリ下れるかなっていうぐらい、カヌー下りはあんまりする人いないけど、うん、まあ、釣りするのもアユやヤマメやいろんな釣りができる、もっとこう本格的な、あれもそんな大きな川になるんですね、そうなんです、うん、でもそれも、はい、さっき君が降りた五日市駅のすぐ目の前がもう秋川で、うん、あれそうだっけ、そう、台地の上だからね、すぐ目の前には見えないんだけど、実はもう歩いて3分で河原なんだよね、ああそうなんですね、うん、でそこにまたちょっと広々とした河原があって、うんうん、あそこはバーベキューのメッカなんだけど、今日はきっとたくさん人が来てると思うね、ね、だと思います、多分あの武蔵五日市の駅降りたら、あの若いなんかちょっともしかしたらこれから山に遊びに行くのかちょっとバーベキュー、ね、そういう方も結構いらっしゃったんで、そうだよね、いやいいな、そっかそっか、今日はここでバーベキューやる方とかいないんですよね、そういう場所はないですよね、それはね、さすがに、さすがに、でもまああの
一応小さいバンガローがいくつかあって、うん、まあ、キャンプイン、お客さんのキャンプインの受付も含めて、まあ、50人ぐらいかな、100人はちょっと止ま、多分フェスやりながらは止まれないんだけど、なるほど、そういう受付もしていくようにしていて、あ、まあ、今日も少ないけどちょっと止まる人がいるんじゃないかな。あ、そうなんですね、いや、それ絶対最高じゃないですかね。え、まあ、そもそもそうそうそう、だからこの地域には大谷君来たことあったけど、この場所はそう初めてだよね。それにしてはすごい馴染んでる感じだけど、ここ降りたことなかったよね。ないです。どうですか、初めてです、このスペース。いや、すごいなんかこう初めて来たけどよく知ってるような感じがするねえ、なんかすごい慣れた感じ。あとね、やっぱりこう、南米さんの選ぶ場所だなって感じがするんだよね。なんていうの、いい、とてもいい意味で、なんか、かといってこれもうものすごい、どこか秘境のどこかではなくて、そうだね、都会から都市から近い、その、なんですか、自然、南米さんのとかアースガーデンってずっとそういうことをテーマにしてるような感じが昔からするんですけど、なんかその感じですね。僕はあのね、昔以前里山をこう守るあの運動をやっていて、はい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 、その時南米さんに手伝っていただきましたけど、ね、そうそうそう、まあ、あそこもね、本当にあそこなんか新宿から20分の里山だったからね。そう、あそこも、まあ、川こそないですけど、ちょっと入るとこんな感じだったんですよ。そうだね、で、だからなんかその気配が、まあ、似てるんですかね。あそこも東京都 あのちょっと位置違いますけど、まあ、多摩丘陵の端っこの方だったっていう場所だったんで、ね、まあ、遠からずで、だからですかね、なんかこの場所に馴染みがある感じって。そうかもしれない。まあ、そうだね、僕たちやっぱり、まあ、代々木公園が一つホームグラウンドとしてやってきたりもしたし、町と自然をつなぐというか、そういう意味での、まあ、里山、里山ってやっぱ里って町のことでもあるので、里山の里っていうのはね、里の山ですもんね、まあ、そういうやっぱ人に近い自然を大事にしたいっていうか、そこを一つの何か大事なものの入り口として捉えてきた感じはするかな、まあ、そういう意味ではね、なんか本当にこのあきるの秋川でフェスをやるようになるっていうのは思い、なんていうか、あの、実はこうほらすぐやれるけどやらずに来たことだったりしたんだけれども、そうですよね、そういう話はちらちら昔からね、聞いてましたけど、まあ、コロナがあってやっぱりいろんなことが難しい流れの中でも、ピンチをチャンスにしたいと思うとここを頑張るしかないっていうような気分もあったかな。自然とその自分の知っている自分の土地を選ぶっていいことだなって思うんですよね。なんか結局多分こういうことが今こうフェスってもう割と都市型っていうか、とにかく詰め込み型だったじゃないですか。それでしかも割とこうでかくでかくっていう方だったんですけど、こういうことがいろんな地域で起こるといいななんていうのを感じますね。だからもともとそう思ってたんだけど、僕もあのやっぱり改めてこのコロナで、まあ、自立分散っていうことがこれからテーマになると思うんですね。そうですね、そういう流れの中で、まあ、地方地方でこのぐらいの規模の何かいい場を作るっていうのは、いろんな人ができるやりやすいことなので、いや、でやりやすいです、ね、そういういい場所だって実はね、このぐらいのところは結構いっぱいあるはずなんだよね、各地でちゃんと探せば、実はこの辺だけでも野外ステージがある小さいキャンプ場は他にもあって。あ、そうなんですか。そう、まあ、交通の便とかね、人がどのぐらい入りやすいかとかのバランスがなかなかやっぱりここは特に条件がいいんですけど、これはそのこのステージって、あ、メインステージね、メインステージってこれはどこまで常設でどこを組んでるんですか、これって。いや、これはもう完全に常設。え、あの天井も、天井もああいう風にライトがあるんですか。あれはね、あの、ちなみにこのライブフォレストを始めた5月の時は、はい、まだ上はあのここと同じこういう仮設 の、 あのスレート板で、あのラフな屋根しかついてなかったんですけど、まあ、本格的にステージとしてこう稼働させていくためにちょっと手を入れたんですよ。なるほど。で、屋根きれいにして、まあ、あのこれだとほら雨の音とか結構わーって上からすごいんだよね。そうですよね。なんで屋根も張り替えたり、あの床もちょっと広げたんですけ ど、 なるほど、ね、とかそういう、 こうちょっとずつ良くしていってて、だからこういうスペースがあるかどうかも
重要です ね、 だからゼロからステージ立ててると結構大変だからね。ね、そうですよね。確かに、うん、ああそっかそっか、あすごい条件がいろいろ、そう思ってみると条件がいろいろ揃ってる場所なんですね。まあでもその野外ステージがある例えば地方の公園とかさ、うん、結構あるからね。ありますよね、そういうところでやってるフェス、僕何度か出たことあります、うん、いくつかありますよね。でだけどそれもやっぱりそのちょっと前まではなんていうんですか、こういうハートフルな感じではなくて、割とギューっていう場にしちゃうんですよね。あそう。で、あのすごく素敵な田舎の、素敵な場所なんだけれども、それというよりはだからこうライブになっちゃうんですよね、ライブイベントに、はい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 、まあ、それは素敵なことなんだけど、はいはい、いやこの感じはなんかすごいな、経験ないんですよね。それはどの辺がすごいんだ。南米さん3日目だから慣れちゃったかもしれない、あ何度もやってるから慣れちゃったかもしれないけど、うん、この空気感のイベントっていうのは絶妙なんじゃないですかね。そう言ってもらえると、うん、まあ、あのちなみにこうこのねキャンプ椅子でさらにこうこれだけ余裕を持って並べてるっていうのはまあコロナだからだけどね。ね。多分コロナでなくてここで頑張ってやろうと思ったら、まあベンチ並べるぐらいでもうちょっとギュッと座ってもらうようにしたと思うんだけど、うん、まあなんていうか瓢箪からコマというか。いやそうだね。だから、ね、いやこれだとさそんなになんつうの。ベロベロになるまで飲まなくても多分心地よくて、ね、ちょっとしたら眠くなっちゃったりとか、うん、ちょっとそれもいいと思うし、で結局ああいう風にライブでなんかこうすごいことみんななっちゃうのってあの刺激だと思うんですよね、衝撃、あの、はいはい、やっぱあれが強いじゃないですか、音の刺激やそのあと人混みの刺激っていうのもあるよね。そうですね、あとなんかこう、うん、そういうあの流れじゃないですけど気の空気感であったりとか、うん、でもそれっているみたいなこの場所で、うんうん、そうだね、うん、まあいろんなね好みやあれがあるので、まあ、好みがあるんでね、いや僕もだからいろいろあるとは思うんですけど、うん、でもまあ逆にねこの場所にふさわしいこの空気感にふさわしい音楽とかっていうのもまた改めて、ね、でこう盛り上がってくるんじゃないの、なんていうの生まれてくるというか、うん、こう広がっていったらいいな、そういう音が、うん、音楽が出てきたらいいなって気持ちはありますね。昨日の関口慎吾君なんかちょっとそれを感じさせたよね。すごくこうなんていうかゆったりとあのソロだったから昨日、はい、完全にソロギターで、はい、いや良さそうだな、それちょっとこう少し前のニューエイジにも近いような、うんうん、でもちゃんとこうロックというか、うんうんうん、そのテクニカルな音楽としてしっかりしてて、なおかつこう心地よい、本人もなんか何だったら寝ちゃってでもって言ってちょこっと言ってたような気がするんだけど、いやだって俺今日今、うん、僕ライブやるの、いやあの夜になってきてからになるんでちょっと空気感違うと思いますけど、うんうん、今の時間俺ライブやったら多分ねやりながら寝ますねやりながら寝ますよ寝てみたいですよ。なるほど、うん、なんかもういい、それでもなんか絶対これは許される場ですよ、ね、うん、まあそういう意味で今日ね親子もやっと来てもらえて、はい、まあ、これからこの まあ、ここはライブフォレストっていう新しい、まあ、準常設の野外音楽会場ですって僕はもう言い始めてるんですけど、うん、はい、このライブフォレストのフェスじゃなくて場所としてのライブフォレストのホームページも実はまあ簡単なものなんですけども作ったんですよ。あ、そうなんですね。まあ、ライブハウスみたいな感じでそこにこう予定がどんどん入っていくようなね、あイメージで、まだ今このライブフォレストフェスまでしか入ってないんですけど、それ面白いね、うん、平日の月曜日とかにもやってもらいたいですね。いやいやいや、誰が来るんだろうみたいな人とかに、そう、でやってみたい、まあ、あぜひぜひなんかそれこそポラリスでやろう、なんか土日とかじゃなくて、うん、月曜日とか火曜日とかそうだね、そうみんなが多分こういう場を求めてるのは間違いがないの で、うん、でこれだけいろいろ対策していただいていたりとか、うん、まあ、それこそ
バックヤードもなんかすごい、あの今、まあ、今さこのコロナの中でさ、はい、あの控え室、まあ、あちらに、まあ、ちょっと配信の人には見えないと思うんですけど、うん、あれあの 川袖だからほら入ってみたと思うけども、控え室の横がもうこっから見えるように川、いやもうね、控え室の横が川、そう全然準備する気に ならないですもんまあちょっとしたなんかよくできたこうリゾートというか田舎のなんか東屋のね、だからこんないいとこっていう、そういう控え室なんですよ。部屋欲しいもん、なんか畳の部屋とかでね、寝っ転がりてみたいな感じ、まあそういう あんなに3密からほど遠い控え室もないと思うんです、ね、ないですよ。だいたい楽屋なんて3密しかないような場所だったんですから、だいたい狭いね、どうしても隙間みたいなところに無理やりこう立てつけるからね、そうそうライブハウスとか特にね、そうもういろんなものが共有だしさ、うんうん、別にこのコロナの時期じゃなくたって嫌な人はいたと思うああいう空間って苦手な人は。なるほどね、うんまあ、そういうねこう本当にちょっと恵まれた環境がここだと作れるの です、ね、まあ、そういう中で新しい音楽のあり方というか、まあ、そのこのライブ音楽を再生していくというか、そういう場作りをしていけたらいいなと思ってるんで、ね、まあ、そのためにはやっぱり仲間をちょっとずつ増やしていくっていうことなのかなと。なんかな何とな、ねえねえねえ、ね、お嬢さん何撮ってきたの、それちょっと見せて。何ちょっと親子見に行ってもいいよ。何もう配信の人にはもはや見えない世界だと思いますけど、大丈夫、なんか女の子が網で何か魚、え虫、あ本当だ、なんかちょっとこれ以上見えないかな米付き虫的な、なんだろう、茶色いな、これ違うな、なんだろう、わえそれ川でじゃないでしょ。はいはい、ちょっと女の子の方カメラが、今カメラが、何それ、川で撮ってきたの。川じゃないんだって、虫、あそこで撮れた、うん、あそこで撮れたんね、へえ、あなんか小さなカミキリムシみたいな、カミキリムシみたいな、捕まえた、今ない、あ虫かご持ってね捕まえてるんだ、ね、じゃあ大物を捕まえてください昨日はなんかライブ中にこの辺をですね、かなり大きいガマガエルがのしのしと歩いてたみたいで、お客さんで一人それをツイートしてた人もいましたねというね、なかなか楽しい、このライブフォレストの環境でもうね、あの川にも楽しめるし、カエルもいるし、虫はこれだけもういっぱいこう、もうセミの音から何から季節、もうこれだってね、季節ごとに音がどんどん変わっていくからね。いやそうだよね、 5月にはこんなにセミ鳴いてなかったし、もちろんだけど、いや、うん、いいわ、だんだん味わっていきたいと思いますけど、この感じが配信で伝わるといいですね。そうだね、まあそういうこともできるだけあのステージだけじゃなくて、配信のこの緑のちょっと引きの画面で緑の様子を伝えたり、 あとちょっと事前にあの川の方の姿とかも撮っておいて、時々こう演奏によっては差し込んだ りとか、いろんな工夫をしてるんだよね。なるほどなるほど、うん、そういうことも含めて、だからまあなんかライブハウスで本当にライブ見せるぞって言ったら、そりゃ照明もがっちりあって、うん、こう演出もしっかり考えられる、こうああいうライブハウスみたいなところの方がいいと思うんだけど、ここは、うん、にはここだからできる演出があると思うんだよね。そうだよね、昨日は親子か、親子ね、あの、うん、七尾くんが焚き火ブワーってやって、うん、照明、あ、焚き火、あ、そっか、焚き火やるんですね。そうそう、で照明全部消して、今日わー、俺もそれやりたい、それちょっと今日考えておいてください、言えばもう部下がパッと消します、それやりたい、もうそのそれに合わせて焚き火もめちゃくちゃでかくして、うん、かっこよかったよ昨日おぜひぜひこれ配信されてんだよね。そうそう、いやなんか今楽屋で南米さんと喋ってる話をただなんか、ダラダラと、ダラダラだいたいさ、何時までトークやるとかも聞いてないもんね。あすいません、打ち合わせしてないもんね。適当に呼ぶからって言われる、まあ、あと15分ぐらいかな。あと10、まあまあ、ちょっとさ、どっかでもう一人目、司会のあゆみちゃんも呼ぼうと思ってんだけど、うん、もうちょっと待ってもらってね。そう、まあまあ、そんな、ここだからできることっていうのも、うん、あるね、それはほら焚き火のライブなんか君はベテランなわけですから、俺たちと散々やってきたじゃないですか。大好きですね。ね、
大好物、ね、道志村のナチュラルハイで、ねえナチュラルハイでね、俺ね焚き火ライブをこんなにやった人間はね日本には俺しかいないっていう気はあるよていうかそんなほどにこだわってるやつは他にいないわけよ焚き火ライブって何みたいな感じだもんねそれだけ聞くとね焚き火で焚き火に近づいてライブをするっていう、ね、すごいよね焚き火を囲むようにライブしたこともね、やってきたよね、やりましたよね、で今回はねその流れでほら見てあれ焚き火台の下にさなぜかさ台車が入ってるでしょなんであれはだから可動式ってことそうそうそうやばくないほら動詞の時はさ焚き火に合わせてその時のコンディションとかでちょっと近づいていく方向だったんだけどマジで今はほらステージを踏まえたいからいざとなったら焚き火台ごと動かして逃がすとか傾きが変わったりするじゃな ないじゃあ何ライブ中にこっちって言ったら動くんですかそうそうそう前半はねマジであんまり火が大きくなるとねちょっと下が燃えてきて危ない、ね、難しいんだけど半ばぐらいまでだったら移動させられるから、そういう工夫もしたりとかちょっとこういい、ね、まあそんなこと考えるのは俺だけだろうって思って楽しくやってますよ。いやいやもういいですよ暑いんでしょうね今日焚き火なんてどうなることやらまあ楽しみにしてくださいね、楽しみにしてます。まあそんなそのな、まあ、ある意味その動詞の森ナチュラルハイからこうこの、ライブフォレスト多摩秋川ライブフォレストへって進化してきたんですけどね、はい。まあ、もう一個ちょっと最後に話の終わりの流れで、まあ、ちょっと一緒に話しておきたいのはこれからこう本当にこの今の流れでどこまでできるのか、挑戦になるんですけど9月の12日、はい、13日のハイライフ八ヶ岳ってあるんで出演させていただきます。はい、はい、でちょっとそこの部分をね地元のシンガーでもあるねあの佐藤あゆみにも入った佐藤小麦だにもすいません失礼しましたにも入ってもらってちょっと一緒に話せたらなと思います。まあ初めてじゃないよね初めてじゃないです。はい、あれマイクをもらいにそっちに行ったんですね。はい、すいませんお邪魔します。あどうもありがとうございます。お久しぶりです。お世話になっております。現場でお会いしてあの、ね、なんかここからもうちょっと遠目の方が多分 そのぐらいかなと見える。なんかねつい近く座っちゃうのね。そうあそうだねそうそうあ見える見えないとかじゃなくてねディスタンスです。ましてやこの距離だからね、 ね放送で見ると意外にすごい近く見えるんだよね。そうなんだよね。これがでかいことそうかできるだけ僕はこう奥に行くと小さく見える。え違う私がこっちの方がきっと遠近感的にこう何の話なんだろうっていう感じでね。はいはい、あすいませんすいません。ハイライフ八ヶ岳ですよ。あそうだ、はい、ハイライフ八ヶ岳。そうそう私もあの北斗市に住んでるんですけど移住をして、はい、暑いね。ちょっと暑いですね、うん、ここはさすがにここは俺マスク取っても飛ばないですよね。そうそう南米さんの肺活量がすごいとかそういうことないですね。今ねこっちから風が来てるから大丈夫な話大丈夫ね大家さんライブ前なのに疲れちゃう、まあ、ちょっとどうなんですか。いや 全, その、はい、全然全然ですよ俺だって6時ぐらいですもんぐらいっていうか6時ですもんまたじゃあ一眠りして、まあ、ここからのんびりしてもらって ね、はい。まあ、ちょっとハイライフの話をね最後に10分ぐらいしてトークを終わらしたいんですけど、はい、どうなんですか八ヶ岳は今こうもう、はい、観光者はもともと多い地域だけどそう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 寂しいですかやっぱ。いつもはもう8月入ったらお盆なんかはもうねすごくたくさん県外ナンバーがたくさんなんですけどあす、ね、まあやっぱり別荘地なので来るには来てるんですけど、うん、若干少ないですね。若干若干少ない。やっぱり別荘ある方は来ると思うんですけど、うん、宿取られたり、うん、いろいろして泊まってる方はもしかして少し減ってるのかな、まあ、分かんないですね。私あの地元のスーパーに泊まってる子車で判断したりとか。うちもお店やってるので、まあ、そう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 お店パン屋、うん、はいパン屋をやってます。パン屋そうなんですね、はいはい、チェチェメニっていう繁盛店をね、はい、結構人気なんですよ。あの2日しか週2日しかやってないパン屋で貴重そうなんですよ。そうそう、でもチェチェメニのお客さんはそんなんかこう、うん、多かったり増えたりもともとそんな観光客の人が来てるわけでもない。うん、でも観光の方は来ますけど、うんうん、やっぱりあのちょっと綺麗な服を着て綺麗な靴を履いてる方は大体あの東京の方だったりするんですけどそういう方は増えてますね確かに、一時期 の, あの、
自粛の時よりは、うん、増え始めた、はい、うん、増えてると思います。まあ僕実は、うん、まあ実はというか別に隠すわけでもないけど、まあ、週12週間は空けずに通ってるんですけど、今も準備がありますからね。やっぱ打ち合わせもあるし、うん、挨拶もしなきゃいけないし、でやっぱりゴールデンウィーク5月中6月の頭ぐらいに行ってた時はまだなんかこう緊張感、こうやっていいのかとか、こうやっぱりこう地元の人と話してても正直今やっても欲しくないみたいなこと言われる時もあったし、ちょっと緊張感あったのが、まあこの間2日ぐらいいろんな人のところ回った時はもうなんかおおむねウェルカムな感じで、そんなに、あ、まあ、かもうその時つい先週だから、感染数もどんどん増えて1000人レベルになってる時ですけど、それでもね、まあダメって感じじゃなかったね、まあまあ前向きに進めましょうっていう感じで進んでますね。だんだんその対策の仕方であったり、どういうところに気をつければいいかとか、いろいろ皆さんの中でそれぞれ理解が深まってきてるっていうのはあるかもしれないですよ ね。だからその どうなんですか、縮めにはやっぱり紫外線照射器なんかもう導入してもう大変なことになってるんですか。なんかね、なんかこう、まあそう、コロナさんは分からなすぎて皆さん最初は不安だったと思うんですけど、不安でした、ね、僕もそうでした。そうなんですよね、うん、だけどやっぱりこう土とかいっぱい、なんていうのかな、最近見えないものとか、うん、たくさん地球上にはいて、で、ね、コロナさんだけをなんかこうすごく恐れるのもなんか、でも正しくやっぱりちゃんと私たちは、うん、私は大丈夫とかじゃなくて、うん、やっぱり私たちみんな一緒に生きていて、うん、で今回のことで本当になんかこう全部がつながってる、こう一緒にいるだけで映っちゃう、世界中がつながってるっていうことが当たり前なんですけど、うん、すごくよく分かって、なんかコロナさんだけじゃなく私たちはなんていうかな、そう、自然の中でね、こういう中で生きてて何をどう思って生きてるかっていう根っこみたいなところを考えさせられて、うんうん、そう、それでだからなんていうのかな、やることはやるんですけど、特になんていうのかな、こう、まあ、やることは淡々とやりながら、お店もそうですけど、うんうん、私たちもともとこうなんていうのかな、まあ、体にいいものを作って提供しようとかそういう気持ちで始めたので、やってることは同じかなとなんとなく思って、うん、それで対策っていうか、まあ、たくさんの方に来ていただきたいので、いろんなお客さんがいるので、やっぱりマスクもちゃんとするし消毒もしてるしですけど、そういう感じで、だから今日皆さんも一緒かなと思って、そうですね、なんかこう一緒に楽しみたいから、うん、自分で考えて自分を通して配慮してるっていう感じですかね。うん、今聞いて思ったのはあれだね、要はその元々僕たち例えばこういう場所が好きなのも、ちょっと街よりはやっぱこう自然の中の方がいいな、うん、暮らしていくにもいいなとか、はい、あとやっぱちょっとオーガニックないいものを食べたいな、それは別に高級品が食べたいわけじゃなくて、ちょっとこう体に気使っておいた方がいいかなとか、うん、自然に素直なものの方がなんか先々結局自分に得かなとか、うん、そういう感覚ってもうちょっと分かりやすく言うと、こう健康的でいたいっていうことだと思うんだよね、健やかでいたいっていうか、うん、で今やっぱコロナと向き合うのにやっぱ健康であることがすごい大事っていうか、うん、まあそもそも風邪、大部分の人が風邪か風邪程度でさえないっていうのがもう今はっきりしてるわけで、うん、9割の人は無症状、つまり風邪ですね、うん、それ、うん、風邪にさえならないんですねっていう状態なのは確かなことで、うんうん、でだとしたらやっぱり一人一人がより健康的であることで、まあコロナさんともなんとかやっていけるというか、やっていかざるを得ないというか、うん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 、で健康的であるために今も言うように、美味しいパンをちゃんと食べたいし、うん、でもその美味しいパンを提供するためには、まあ、当たり前に公衆衛生的に、うん、そのなんて清潔であることとか、うんうんうん、そういうことは気を使って、うん、こう受け渡ししていくっていうことを言いたかったんだよね。そうですね、うんうん、やっぱりいろんな年齢の方がいて、いろんな体調の方がいて、いろんなもう当たり前に今までやってたことなんだけど、目に見えて、まあ、ちょっと意識がそこに置くようになったという感じですかね。そうですよね、うんうんうん、自分のことをよく
考えるなんていうんですかね、うんうんうん、あの自分の行動というとあれだけど自分が何をどうしようとしてるのかっていうことを考える知るように割となってるっていうか、うんうんうん、ですよね、うん、はいね、うん、まあ、そういう意味でこういう、まあ、ちょっと手前味噌だけどライブフォレストみたいな場、うん、もうあとまあハイライフみたいな、ハイライフは標高 1600m の、まあ、親子は毎年来てますけど、もう本当にあの目の前 全方向に山がもうそびえ立つ素晴らしい環境の中で開催するんですけど、うん、ああいうこうなんか地球の上の風通しのいいもう本当に大地の上みたいな感覚を持てる場所うん、でやりたいっていうのもやっぱりこうより健やかでありたい、よりこう健康的に生きていく、うんうん、元気よく生きていくぞっていうそういう感覚のもとだと思うんだよね。そうですよね。そうじゃなきゃ、うん、あの見たいって行きたい、そこに出かけたいっていう方も来れないですから ね、うん、そもそもね。そう、なんか私今回あの延期になってハイライフが、うん、それで南米さんが地元のといろいろやり取りして、うんまあ、実行委員という形で進めてるんですけど、やっぱり今回のこと別に誰も決定権があるわけじゃなくて、誰も専門家であるわけでもなくて、その中でやっぱりこうやるって決めていくっていう、この私実行委員出なかったんですけどメールとか見てて、そのなんか、うん、この中でやっていく、このフェスもそうなんですけど、そこがなんかすごい一歩として本当に南米さんの覚悟というかそういうのを見たような気、フェスに対する思い、ミュージシャンももちろんそうです、うん、昨日も出てくださった方みんな観客の前でできる喜びっていうのをすごく体感で、うん、心を込めて話してくださったんですけど、うん、本当になんかこういう場を作っていくっていうことがね、なんか改めて、うん、私たちにはすごい喜びだったんだなっていうのが分かりましたね。そうだよね、うんうん、そうですね。多分演奏する側もそうですし、はい、見る方、あのこうスタッフおスタッフとしてか、あの皆さんとこう作ってるスタッフの方もそれぞれにとってはものすごく大切な場なんだなっていうのが分かりますよね、うん、なんか、はい、ね、そうね、うん、まあ、大谷君には今日ねこの後演奏、自分の演奏の中でそれをちょっと噛みしめながら、なんていうかその実感を伝えてもらうのがすごく大事かなと思って、うんうん、そうですね、それを音で、うん、届けたいなっていうのは思いますけど、うんうん、ありがとうございます、はいね、はい、まあまあそんな感じで概ね人当たり話せたかなと思いますけど、はい、ハイライフ八ヶ岳はポラリスで出られるんですね。はい、はいはい、そうですね、失礼します、楽しみです、はい、今ね、あの改めて、もう一度そのまだこう日程変更の中で出れる出れないっていうのがはっきりしてない仲間たちもいるし、概ね大丈夫な感じになってきてるんですけど、はい、あと新しいね出演の仲間も、うんうん、あのだんだん増えてきているので、うん、まあ、この今なかなかな逆風でもありますけど、そうですね、まあ、ピンチはチャンスと、うん、あの信じてるっていうかね、僕ねなんか実感してんだよねいつもね、うんうんうん、あの本当にあの311の後もねいろんな場作り親子にも付き合ってもらったけど、はい、やっぱああいうこう難しさの中でこう、うん、一歩一歩進んでると確実にいろんな人とつながって、うん、それが力になってくっていうのをすごくいっぱいやってきたから、うん、今回もだからなんか無茶なことはもちろんしない、別にあの感染可能性がめちゃくちゃ高いことけどこんな関係ないからやろうぜなんて気持ちじゃないわけですよ、うん、やっぱまあどうだって今ここにいたってさ、これでコロナの感染が危ないとか言われたらもう俺たちどうやって生きていけばいいのっていうぐらいな感じじゃないですか。電車乗れないですね。そう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 、だからもうそれは体感的に電車乗って帰れないですよこれ。そうそう言っちゃったよ、これが危ねえって言われたら言っちゃったよ、そうだ、駅行けないみたいな、そうだね、そうなんですよ、そうです、そうだからまあそういうね実感、まあでもさほら来てみないとイベントなんか行って大丈夫なと思う、イベントってだけでもうライブハウスって書いてあるだけで、もう下手すとライブハウスじゃなくて音楽ライブって書いてあるだけでちょっと行けないんですみたいな、どういう想像してんの、ね、想像以前になんかもう音楽ライブってだけでも危ないっていうイコールみたいになってるんじゃないのっていう、だからこういう場所で やり続けることで伝わっていくことだと思うんですよね、うんうん、でそういうのに、ね、適した場所だし、ハイライフ のやるあそこもいいですよね。だから例えばああいう、うん、あのスキー場であったりとか、うん、だからあそこもその
なんていうんですか、人の手が入ってる、自然じゃないですか。 だからそういう場所ってやっぱり人が過ごしやすいと思うので、うん、で多分今は 一番いい場所だと思うんですよね。で、まあ、東京の人は東京から出るなって言ったらここ東京だし、例えばね、ここはね東京だしとか、そうなんかこうそれぞれ土地土地のそういうこうやっぱ自然だったり、あの大切にしてる場所ってあると思うんで、なんかそういうところをこう、まあ、無理にライブやんなくても、ライブやることがだけが大事だとは思わないですけど、でもやっぱりなんかそういうこうこういう場所に集える場作りしていただけてるのは本当にあの感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あの今日のライブでね、その、はい、この実感がどういうふうに出てくるのか楽しみにしてます、ね、楽しみです本当に、はい、ということで、まあ、そろそろトークの方は一区切りにして、まあ、バードさんの方の、ねはい、セッティングも進んでるんで、はい、まあ、ちょっとさハイライフの宣伝というか確認だけ最後にして、はい、終わりにします。はい、僕が言った方がいいかな。9月12日、はい、土曜日、13日曜日、はい、そうです、はい、サンメドウズ清里で、はい、ハイライフ八ヶ岳、山梨県北杜市 の、はい、あの清里高原の、はい、サンメドウズ清里というスキー場が、はい、あの会場で、もう標高1600メートルのもう広大な、はい、あの草地斜面でを会場にして行うので、まあ、ここ以上に3密の差の、まあ、風通しはここの倍ぐらいいいかな。そうですね。ね、はい、はい、そんなた、ね、ポラリスはじめいろいろなアーティスト、はい、今出ますと言ってくださってるアーティストもね、まあ、あのここでやっぱ先日ライブしてくれたロボン、はい、ね、ポラリス、勝井さんまだ来てないな。そっちだね。はい、まあ、ちょっとまだあのはっきりしてないんですが、クランボン、あの、うん、はい、日程の、ね、調整を今しています。その他、たくさんの仲間たちがまた今年も集ってくれるので、ぜひ、はい、ぜひぜひ皆さん来てください、はいはい、ホームページでちょっと詳しくチェックしてみてください、はいはい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。親子ありがとうございました。ありがとうございます。ライブに向けて、はい、ちょっとゆっくり、まずはもう一回この周りのちょっとうろうろしてみたい。そうだね、上のマーケットとかもぜひね、行ってみてください。ちょっとまだ宮君やってるかな。もうちょっとやってるかな。宮君も終わりだと思います。あ、うん、はい、あの川もぜひ入ってください。そう、ね、入るんですか。 足つけるだけでも泳いでもいいですよ、もちろん。足つけるだけでも気持ちいいと思う。そう、気持ちいいですよ。それで一回昼寝してライブしようかな。あ、いいですね、いいですね、いいですね、はい、そのぐらいの、はい、まあ、皆さんもね、あのもしかしたら配信見てる人も一回昼寝してくださいぐらい。そうですよね。だいたい今もうビール飲んじゃったら一回眠くなりますよね、ちょっとね。まあ、録画アーカイブもありますしね、はい、バードさんの気持ちいい歌声で歌うっていうのもいいんじゃないですか。うんうん、ね、ね、はい、それぞれの楽しみ方でよろしくお願いします。はい、はい、ということで、じゃあ、はい、一旦配信の方、あ、配信は終わらない、なんだ、僕たちのトークの方はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。大江祐介くんです。ありがとうございました。お会いしましょう。